香川県立丸亀高等学校は、香川県丸亀市六番町に所在する三家庭を設置する公立の高等学校。通称は、丸高。1893年創立の香川県人町、中学校丸亀文校と1899年創立の香川県丸亀高等女学校を前身とする。校舎は、丸亀城の南に位置する。 2013年に創立120周年を迎えた県内公立高校で最古の歴史を有する学校である。全日制、定時制、通信制合わせて約1100名の生徒が在籍し、卒業生は4万人を超える。校歌の作詞は中川余一、作曲は長谷川義雄、歌詞は3番まである。校内には、 大正天皇即位記念事業の一環として建てられ、四尺京国高徳によって書かれた、校訓碑がある。校内にある、丸亀高校記念館は前身である、旧正丸亀中学校の本館として建築され、同時日本では珍しかった北欧建築である。1959年校舎改築に伴い、取り壊される予定であったが、 卒業生の強い要望と支援により現在の位置に移転した。また、1996年12月26日に国の登録有形文化財に登録された。卒業生である、津島敏一、井熊玄一郎、中川余一などに関する資料や作品、肖像画が展示されている。西館にある図書館には、井熊玄一郎の作品、 風車と太陽の原画を拡大し、美術統判で作った絵が壁画として描かれている。本校はこの他にも10点の貴重な作品を所蔵している。大正時代に前身である、香川県丸亀高等女学校の生徒たちが、袴姿でサッカーをする様子を撮影した写真が現存しており、これは日本における女子サッカー最古の記録であるため、丸亀高校は、 なでしこジャパン発祥の地と言われている。丸亀高校記念館、丸高会と称する同窓会が全国各地にある。主なものは東京丸公会、大阪丸公会など、シンガポールなど海外にも所在する。校風は自由であり、服装や髪型についての規則はあるものの教師による指導などはあまりなく生徒の判断に任されている。 授業時間確保のため65分後限の授業が行われている。2年生より文系、理系別のクラス編成になり、3年生では分離それぞれで成績上位40名程度が選抜され、ダッシュクラスと呼ばれる選抜クラスが設置される。厳密にはダッシュという名前のクラスは現在存在せず、生徒、教員ともに用いる愛称である。毎年、県内外を問わず、 南関大学に合格者を排出している。香川大学教育学部付属社会で、中学校出身者が入学者の4分の1を占めている。希望者を対象に土曜日午前中に、四分土曜塾という講座が開講され、受験対策講座や、各予備校主催の模擬試験を実施している。また、浪人生を対象として、補習課が開講されており、受講を希望する。 卒業生は、入りか試験に合格することで授業を受けることができる。交渉中、丸亀高等学校左、旧制丸亀中学校右、丸亀高等女学校、大正時代の丸亀高等女学校の女子サッカーの様子他に、修学旅行、大学訪問、生徒総会などがある。丸亀高校では、生徒会イコール生徒全員で運営するもの、とされているため、 会長、副会長などの役員は、生徒会本部役員と呼ばれる。生徒会役員選挙は、毎年5月に行われ、会長、副会長、初期、会計を決定する。特徴として、選挙を経て役員になった、生徒以外に、自由に入れる、自由役員という役職があり、そのため、丸亀高校の生徒会は、役員数合計50から60人で、 県内最大規模である。学校行事の大半がこの生徒会に委ねられているため、その活動は、運動会や、私文祭、クラスマッチなどの企画、運営、文集、スピリットの執筆、編集など、多数、多岐にわたる。丸亀城から望む丸亀高校、終始一位の高組比丸亀高校武道館。ありがとうございます。